ます。昨日の FP をもみもみさせていただきましたよ。10試合ぐらいですかね、クルトワ使ってめちゃめちゃコーナーキックの度に上げたんですが、決めたのは2点だけでした。そちらがこちらです。どうぞどうぞどうぞ。やばいと、フィジカルを使ってのウォンバーということで、いい位置を取れたら、まあ普通に点取りますね。ただいい位置取れたら点取れるっていうと、もうロナウドとかでも普通にできるんで、わざわざ上げる必要はないかなと。あと僕今回ねやっと分かったんですけど、この選手入れ替えじゃなくてポジションの入れ替えっていうのは変更しただけではすぐに反映されないということが分かりました。うん、だから普通にタイム取るでしょ、で変更してタイム戻って試合に戻ります。そっからねボールが1回切れたりとか、あとはまあどっかのねプレースキックから始まると思うんですけど、キッカーを変えたりとかね、画面が暗転するでしょ、その暗転が入らないと変わらない。だから例えばコーナーキックでクルトワ上げて、で1回タイム入るでしょ、でそれで終わりじゃん。で蹴ってヘディングしてゴール決めました、ゴールってまた試合が止まった、そのタイムで、クルトワをキーパーに戻します。で試合に戻るんだけど、それだとね戻ってない。その後に相手がキッカー変えるか、もしくはもう一回ファールかボールが出たらようやく戻ってるということで、一応ねリスクとしては2回クルトワセンターバックで攻撃を受けなきゃいけない。まあ、シュートが決まればいいんだけど、シュートが決まらなかった場合でも、あ、シュートが決まらなかった場合は、そのままカウンター受ける、それが1回と、その後変えてもう1回。で、点決めた後でも必ず1回は、ちょっとリスクを、クルトワでリスクを背負わなきゃいけないっていうのが、これいかがなものかというところになっております。うん、でもまあ、ちょっと余裕があるときはやっていこうかなみたいな感じですね。そして今日はメリフ・デミダル。レビマです。ヘディング92、スピード85、ジャンプ95、フィジコン94、スタミナ87、ディフェンスセンス94、ボールダッシュ92ということで、まあ、クリバリよりは弱かったですね。クリバリには力及ばずということで、まあ、ジャンプ力とか勝ってますけど、あと瞬発か、まあ、スピードが7違う、でディフェンスセンスは2違うし、ボールダッシュは3違う、低いとね。でフィジコンは5低い。でファンダイクよりはまあ、スピードは速いけど、フィジコンは3低くて、ディフェンスセンス、ボールダッシュも4低い。まあ、間違いなくこのクラスではあるけど、ノーマルのファンダイク、クリバリに勝ててないっていうのが、まあ、少し残念ポイントではありますね。ただ、今週は全然使えます。でレベル41なんで、8000円ぐらいかかりましたね。で8000円かけてまで、やるボンバーかって言ったら、ちょっとなんかこう、やっぱ最強になってほしいじゃん、8000円もかけたら。その辺はちょっと、って感じだけど、まあまあまあ、まあまあ皆さん、やめときなはれと。それ以上言わないでっていう感じ。うん。まあ、ボンバーですね。今日の試合の見どころは、センターバック。レベル41が、どんぐらい通用するのか。そして、クルトワは、ゴールを決めるのか。ご期待あれ！はっはっ！ってことで、大安。シムさん、シムさん、シム戦じゃないこれ、シム戦じゃないけど来ちゃってる、大丈夫か、間違ってんじゃないかこれ、シム用アカウントなんじゃないの、うん、シム戦、お、やっぱほら、あ、でも16試合しかやってないかも、あ、79試合ね、最近始めたよーって感じ。ただレートはかなり高いんで、もしかしたら経験者か、もしくはサバカか、あ、でもやっぱ433使ってるからね、しっかり学んでるかもしれない。で、昨日買ったこのロベルト・ムッツィっていうね、4312の、まあ、初心に戻って、4312このロベルト・ムッツィ結構良かったんですよ。コンセプトがね、カウンターショートパス、中央フォーメーション、で、6ですね。で、守備コンセプト、フォアチェックサイドアグレッシブ、66ってことで、なんかあるんちゃうかと思いましたけどね、クロップの方が強かったですね。うん。ネイマールちゃん、
モハメド・サラリ、どうしよう、モラタちゃん、あとフェルナンジーニョがね、まあまあです、うん、まあまあ、まあ、まあまあ、うん、フェルナンジーニョがでも結構微妙マジで。でもまあ今作はね、あのこの DMF の選手が仕事しないで有名なんで、まあいいかな。でサラも一応いろいろ使ってます。ただサラやっぱりね、フィジカルが弱いから73、ちょっとね厳しいですね。でネイマールはな、やっぱボールコントロールとかがいいからかね、なんとか逃げ切れる。ただサラは意外とこのボールコントロール系微妙でしょ。でパスも微妙、その辺がやっぱちょっとね王を引いてるような気がしますね。ムバッペ、ネイマーどうしよう、もらったフリット、ここさちょっとネイマー入れたいところだけど、ネイマー入れちゃうか、入れちゃうか、入れちゃう、うん、入れちゃう、入れちゃう。マルキーニョスも復活してきてますよ。マルキーニョスはいい、足が速いですね、スピード89。まあディフェンスセンスとかフィジカルとかはまあまあその最強クラスと言われるクリバリとかね、ファンダイクには勝てませんが、あー、はい、ということでいきましょう。チャマンチェスター VS ボンバ、今日は積極的にミドルシュートを狙ってクルトワコーナーキックチャンスを生み出していきたいと思います。かなりヒヤヒヤして面白いですよ。あーレバー、あってかねレバーやっぱ強えよ。おっしゃほらこれ、やっぱファンダイクあの辺のフィジカルモンスターだからか。おーよっしゃ、まだ出せる、はい、フォーグッ、コーナー、コーナー行きましょう。こういうね、やっぱ外してもそんな嫌じゃないよ、だから、うん、これ毎回やるから、毎回ちょっとね、あのもううぜえなこのデブって思われると思う、毎回やるから。でコーナー終わったらデススラするしね、うん、最低だよ。でもキッズが待っている、クルトワのヘッド、キッズが待っているんだ。動くなよ、うわっ、まだあるぞ、あクルトワ帰っていっちゃった、よし、ワンビサカ、クルトワのフィジカル、クルトワフィジカルで取れるんだ、取れるけどダメなんだ。でこよし、クルトワ帰れっつって、でこれで変わんないのよ、これで変わんないから、うん、こっからもう一回暗転しないといけないから、だからここのリスクは大事。ちょっと怖いよ、しないそれはなるぞ、いいよいいよこれね、あほらあら、クルトワ意外と賢いんだっつって守備がそんなに悪くないんだ。でここ本当はねちょっとボール出したいところなんだけど、あ、惜しい、こういうところでね欲が出ちゃうわけ、点取れるかもっつって、フェルナンジーニョナイス。フェルナンジーニョね、だから今みたいなところたまにあるけど、輝くポイントっていうのがいまいちわからない。あと体がちっちゃい分、しっかり反応してボールトラップ、なんていうの、トラップギアガチッと体当てた後もなんか入り込めないみたいなのありますね、結局取れないねみたいな。 OK、 これでようやくクルトワ戻ってますからね、ナイスって。ほらそれまでずっとファンダイクがキーパーしなきゃいけない、地獄の時間が来ますよ、やめて。 OK、 危ない。 OKOKOK、 ちょっとねここお楽しみということで、今ちょっとクルトワ誰と競ってたんだろう、割と普通に負けちゃった。でもやっぱクルトワで点取るって、俺のクルトワが日本一点取ったクルトワになってほしいと。でも単純にクルトワね、キーパーとしての能力も高そうなんだよね、今週のやつ。ヘイ、いいぞいいぞ、オッケー、はい、ナイス、デミラル、デミラス神、オッケーオッケー。デミラルがボール取って、その取ったボールがちょっと変な回転かかってたから、あの人ね多分ねタッチライン際っていうかライン際でね、あのターンできると思ったらボールが変な回転かかってたから、意外といけなかったよーっつってなるわけよ。神、こなこな出ないか、あ出ちゃった、変な回転かかってた、あーデミラル、デミラルのボールの変な回転がまだ残ってたっちゅうことやな。うん、さあさあどうだ、お中中オッケー、やっぱレバーいいわ、やっぱアグレッシブ、おなななななや、おお
はい、ナイスベッカム。ベッカムやっぱ最強だわ。打っちゃうか。フォール。ガラガラ。誰だ設定。そして相手は誰がいるの。あ、ピケ。あ、ダビルイス。ダビルイス。ダビルイスには勝ってほしいな。アルデルバイレルトも結構でも、あれアルデルバイレルトはちっちゃいんだっけな。ちょっと何かが足が遅いだけか。何かがね、ちょっと物足りないみたいな。惜しいなって。俺持ってるから、この人。何だったっけなぁ。わかんねえなぁ。まあ、関係ねえ。あ、やっぱファビじゃない。あの、ダビド・ルイスに来てますね。あ、来たー来た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 。クルトワ普通に勝つやん。そう考えるとヘディングの精度とかがいるのかどうかが分からんくなってくるよね。ヘッダー持ってるけど、この人75だからヘディングの精度は。でヘッダーっていうのはあのヘッドをね叩きつけるっていうだけだから。危ない危ない危ない。ちょっとヘッダーの解説してたあれだけど。あ、ちょっとベッカムは分かってんのか。分かってんのか。これが今どういう状況なのか。クルトワがキーパーファンダイクやったぞ。ほら危ない。ここはもう意地でもデススラしないと。これでようやくファンダイク戻ってくるから。変えた後に一回ボンバーしなきゃいけない。だから選手変えなきゃいけないんだけど、わざわざねこうやって一回一回選手変えてたらさ、前半でそっちの方がなんか損失大きそうみたいな。イエイ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 。おっと、あ、やばいね。クルトは出しちゃうよ。危ねえ。クルトはやっぱちょっとあそこはね、守備的キーパーだから出るのが遅いからさ、三角をした後に。もともと深い位置がにいるからね。あの辺はちょっと怖いねっていう。よーし、上がりを待つよ。上がりを。はい。クリバリ。クリバリなんでこんなとこいんだ。オッケー。で、カム。出しちゃう。あるんじゃないこれ。あ、欲しい。いけ、ディマリア。お前もクロスが、うまいはずだ。神ロナウドちゃん、ボンバー。いいよね、マジでね。ベッカムもディマリアも、どっちもクロス上げれるっていう、この、今週の素晴らしさ。そして、ネイマールもいるから、ロングコンガも打てるよっていう、この、遠距離爆弾なわけよ。かと思えば、遠方からね、クルトワがコーナーキックで上がってくるしよ。ほら、頑張ってくれるでしょ、クルトは。うん、ただ、相手にいるドンちゃんの方がうざいです。だから、俺もドンちゃん A 持ってるから、どっちがいいのか結構迷ってる。さあ、デミラル、ボールコントロールを見せつけて、やれー。おー、デミラルナイス。ただ、誰もいませんよ、これ。誰もいませんよ、これ。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。デミラル、どうする。デミラル。ナイス、デミラル。デミラルのフラスル浮かして、惜しい。デミラル頼みのクソサッカー。来た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 。うぜえよこれ。毎回やるから本当すいません。今週だけにしますんで、本当今週だけにしますんで。で、一応ね、クルトはね上がってくるんだよこれ一回。あの、なんていうの、あれしたらね。でも戻っていくので、攻撃意識上げてもダメ。いくよ。クルトワ最強、クルトワの最強。うっ、すいません、戻します。で、ここをちょっとデスラッシュです。ここデスラッシュです。さっき危なかったからね。あ、どうしよう。最低ですよ。だからキーパー上げてナメプのようなゴールされた後に必ずデスラがセットになるサッカーってクソじゃない。うん、でも楽しいの。でも楽しいのよ。あ、ちょちょちょ。ああ、やられた。くそ。でも、クルトワ、まあ、しょうがないね、今のはね。今のはクルトワ、しょうがない。あれをさ、ポーンって、取ってくださいっていう方がちょっと無理なんだよとかね。もっとディフェンスやれることあるだろうって。
オッケーオッケー。まあでも3、1よ。クルトは2点。あと1点でハットトリックあるよ。よしよしよし。クルトはハットトリック狙っていこう。うん、クルトはハットトリック。で、今日のサムネ、クルトはハットトリック。伝説のキーパーになるっていうね。あれ、ハットトリック取ったキーパーいんのかな。もしかしたら南米あたりでね、あのフリーキックとかセットプレーがうまいキーパーが3本決めたよみたいな試合はあるかもしれないね。ちょっと調べたい。ほんと純粋なキーパー、フィールドプレーヤーもやってる、ね、ベイブルース的な人じゃなくて純粋なキーパーでハットトリック取ったよって人いんのかな。ネイマー、レッツティアゴ、オッケー。さあ、メリフデミラルの時間だよ。はい、ふかー、バツゴおじさん、オラオラオラ、ちょ、強い強い強い、いいよ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 。あ、狭いなこっち。あ、ダメだ。さすがのロナウド、ロナウドの、オッケー。ここのフィジカル、うわー、いけ、ダメだ。あ、でも、ちょ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 、むしろいいパス。さあ、ベッキーからで、一番奥にくーん。あ、オフ、え、嘘、絶対ないよ。あるんだ。今作のこのオフサイド癖なんなん。癖は直そう。はオッケー、ナイス、ディマリア。クロス上げれるよ、クロス上げれるよ。そのまま行ってもクロス上げれる。誰だこいつ。あ、惜しい。ああいう時どうしたらいいんだろうな。オッケーオッケーオッケー。もうツーボラみたいな形になりたいところ。オッケー、ナイス。はい、ジョニーニョ、いいねいいねいいね。あ、ここでバンぶち上がるみたいな。ここからだよ、ここからバーンバーン。あ、はい、おー、神、国粗ゲーしてるな、マジで。コーナーキックと、あれ全部ヘディングゴール、もしかして全部ヘディングなんじゃない、違うかな。クソゲー、クソゲー、わー、オッケーオッケーオッケー。頑張れ頑張れ。ここね、フェルナンジーニョがついていってくれてたら横パスキルだけでいいけど、仕事しねえから。オッケー。さあ、デミラルの時間です。行かないときは行かない、こうね、やっぱ行くとき行かないとき分かってる、この若さで。はい、ちょっとトラップでかいよ、こっちもあるでーっつってね。ディマリー、ディマリー、ディマリー、リー、オーケーオーケーオーケー。いいクロス、やっぱ上がるな。ディマリー、ディマリー、あ、惜しいな。取るな取るな取るな。はい、タイム、おお、クルトは3点目いきます、クルトは3点目いきますからね、頼むぜクルトは。ハットトリック、世界が、世界がこれ変わるよマジで。ハットトリック、あ、てか選手変えるか。あ、選手は2人変えといて、あとの1人はこの決めた後に変えればリスク軽減やな、リスク軽減丸。 OK、お願いします。クルトワ集中してくれ、クルトワ。スタミナとかどうなんだろう、クルトワの。あ、でもパンパンやな。でもこれやることによってファンダイクのスタミナもちょっとこの間だけはね、このちょっとの間だけはちょっとセーブされるんで、キーパーですから。でちょっとファンダイクのスタミナ対策にもなってるということで、もう資格ないですねこの作戦ね。さあ行くよ、ちゃんと、まずはちゃんと蹴られるかと。わ、どうしようかな、開けてこないか。じゃあこの辺蹴って、3点、あ、惜しい、ちょっとぶつかっちゃったか。よし、でこれで、ここ変えてルートフーリットにして、あ、ディマリア残すか。で、ルートフーリットもらった。うん、いいね。いや、ルートフーリットが、これの方がいいかな。迷っちゃう。ルートフーリット何でもできるからね。で、ST だったら低めのとこでもらっちゃって、その後の加速が微妙みたいなところもあるけど、やっぱ、
ST だとね、中盤のちょっとのとこまでは戻ってくれたりするから、あいつ守備鬼だからね、ほんとナイスファンダイク。しっかりやっぱ選手を変えれば、ああ来た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 、ナイスフリッツ、いいね。俺はハットトリックマジで狙っていくよ。ほらクルト上がってるでしょ。でこれで負けてて最後ロスタイム攻撃意識上げるとかしたらそのまま残ってくれるんだけど、基本は帰っちゃう。攻撃意識上げたりしても帰っちゃうし、カーソルもピッピッピッってあれで変えられないから、ただただクルトワが帰っていくのをこう、ま、見させられるみたいな謎の時間になるわけや。これ多分ね、1回でもフィールドプレイヤーにするとなんていうの、攻撃参加を入れれるんで、多分攻撃参加を入れたらねこれになっちゃうってことなんでしょうね。でも一応システム上は攻撃参加はセンターバックの人になってるはずだから、ファンダイクがついてるはずなんだけど、これを悪用したらもしかしたら、3人以上、3人ん、そっか3人以上攻撃参加できるかもね。迷っとんな相手。クルトワ対策にかなり力入れてますねこれね。なんなら褒め変えちゃった今。さあクルトワ、お前決めろよハットトリック。お前は伝説になるんだ、分かったか。これどうするかだよな。伝説になれ、伝説。あ、くそ、どうしたらいいこれ。いやー見てー伝説。よし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 、めっちゃいいとこいた、みたいな感じで、スペースあるけどどうする、ははは、みたいな感じで、はい、すいません、お待たせいたしました。75分か。ちょっとクルトワに相手かなりペースやられてるね。オッケーナイス、デミラル最高。よーし、フリットいけ、フリットいけ、フリットいけ、フリット、ほら、フリット、いかないんだもんな、お前。分かってんだぞ。あー、ちょ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 。フリット、でもフリットのね、守備力見てほしい。フリット、ナイス。グーン、フリットいけ、いけ、神、これがフリット。このフィジカルの強さ。そして、シュートの正確性。フリット、ぬるいくから、フィジカル90のスパサブはぬるいく、スピードとかあんまないけどね。フリット神、オッケー、やめて、おナイス。ちょっともう一回がクルトワにチャンス与えてほしいな、ラストね。ちょっとミドル打ちたい。ムーバー。ナイス。おら、入っちゃった。決めんなよ。俺結構キーパーの正面狙ったつもりだったんだけど、いいコースいったね。マジか。オッケーオッケー。ただ遠いところから行き過ぎるとキャッチとかされちゃいそうで怖いよね。打てる、ああ惜しい。今の角度でそのままダイレで打てばニアにね、ちょっとキーパーが弾いてくれる絵は見えてたんだけど、やばいよこれ、やばいよ。クルトは頑張れ、クルトは信じよう俺たちは。パス出されちゃった、シュート打ってほしかったね今ね。クルトを信じようと思ってディフェンスしなかったから。オーケー、よし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 、ラストチャンスあるかな。いやー、あ、ワンビザ、オッケーオッケーオッケー、ワンビザが最後 やりかけたねこれね。みんなの期待は今ね、クルトはコーナーキックだよ。もうしょうがない、ちょっと行ってほしいな今。そう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 、これ絶対コーナーキック取れるおまじないあるから。ちょっともうここでさ、わざとディフェンス寄らしてクロス上げたらさできるんだよ。ちょっと時間がない、急げ急げ、クルトワ俺たちは伝説するんだよ。ゲーム、うわ、蹴って、あ、頼む。おい、クルトワの伝説はどうしたんだよ。モラタとかフリット、点決めてんじゃねえよ。コーナーキック狙っていけ。MVP じゃない、もしかしてクルトワ違うか。え、2点決めたのに 6.5 なの。決めたよね、2点、2ゴールだよ。 6.5 なんだ。で
ベッカム、ディマリア、ロナウド、レバンドフスキ、フリットか、フリット何やってんの、目立ちたがりなんだからお前は。え、レバは得点1、ロナウドも得点1で、ディマリア、ベッカム、アシスト3、鬼。あ、まあ、コーナーキック蹴ってるからね。あー、でもフリット2ゴール1アシストか、あの時間でスパサブつくわな、さすがね、これ FP だったら。いや、でもクルトは2点決めましたから、その後3回ぐらいチャンスあったが、そこ確実に決めれば初のキーパーハットトリックおじさんできたんですけど、ちょっと今日は、ま、俺の力不足でしたね、申し訳ない、それ期待して見に来たお前たちにはね、うーん、ということで、まあちょっとクルトワが A の時はバンバン試していきたいと思いますんで、ぜひお楽しみにご期待くださいやな。クルトワの、ゴールが2点決まったなと思った人は高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメントチャンネル登録よろしくお願いいたします。さようなら、バーイ。